さんこんにちは、フーライボーです。現在私はアメリカに来ています。アメリカを旅行するにはですね、レンタカーを借りて、移動するのをお勧めします。というか交通手段がですね、やっぱり車がないと行けるところが限られてて、なんていうかな、ツアーの場合は別ですけど、車があればとても便利です。で、車でいろんなところに行った場合にどんなところに泊まればいいかってことですけど、私はこういうモーテルをおすすめします。モーテルのピンキリですって高いところは150ドル以上、安いところはここ今見てモーテル6ってとこあるんですけど、私こことですねスーパーモーテル8っていうのがおすすめです。チェックインは3時でですね、午後3時、15時ですね。あそこレあのオフィスに行ってレセプションで、チェックインして予約しなくてもチェックイン大体できます。予約した方が確実ですよね。Google マップなんかで検索すれば簡単に見つかります。あと、周りにですね、あそこデニーズっていうレストランがあります。ギャスステーションもですね、近くに大体あります。大体高速道路インターチェンジ降りたら無料で走れますけど、降りたらですね、大体そのモーテルがあるんですよね。ただちょっと高いモーテル、ベストウェスタンとかですね、ああいうのがちょっと高いんですよ。高いと言えばいいですけど、部屋はこんな感じです。ここは大量 のお客さんが宿泊するんですね。2階建て、3階建てもあるみたいですけど、大体がですね、高いモーテルは1階建てが多くて、その目の前に車を駐車します。そして荷物の上げ下ろしというか、簡単ですよね。私今回は2階なんですけど、私車向こうに止めてます。フォードフィエスタって車で、ちょっとこれ失敗しました。 1600cc なんですけど、アメリカの高速道路75マイル120キロくらいかな。で、長時間、例えば10時間とか走りっぱなしになる場合があるんですけど、ちょっとこの車ではきついですね。もうちょっといい車を借りてもらいたいです。で、こんな感じです。私は230に泊まってます。高いモーテルとその安いモーテルとの違いはですね、共有できないここですけど、あと高いところはその各部屋にあるとかですね、レストランで食事するのもいいんですけど、私チップ制度があんまり好きじゃなくてですね、スーパーマーケットやコンビニでですね、コンビニエンスストアで、コンビニエンスストアで大体ガソリンスタンドに併設されている場合が多いんですけど、買ってきて電子レンジで温めて食べるってパターンが多いです。ここはコロラド州のデンバーってところですね。アメリカ中あります。スーパーモーテル8と、モーテル6ですね。宿泊費プラスタックスがかかりまして、税金ですね。ちょっとじゃあ部屋を見てみましょう。部屋はこんな感じ。ベッド、テレビもついてます。あとは荷物置き場、空調、ちょっとここうるさいんですけど、トイレとシャワー、洗面所ですね。寝るだけですからこんなもんでいいんじゃないでしょうか。こんな感じです。シティホテルはとても快適でしょうけど、
値段もお高いと思います。こういうところが私のおすすめです。いや、空調がうるさいのが欠点です。向かいにもモーテルがあるみたいですね。これ安そうですね。ただ看板がちょっとないんで、ちょっと今回パスしてみました。モーテルはだいたいですね、先ほど言いましたけど15時にチェックインで、チェックアウトが11時ですね。で時差ボケでちょっと運転辛いなって時に15時から空いてるのは、はい、チェックインできるのは非常に助かります。チェックアウトも11時結構ゆっくりですから、あの通勤のラッシュ、高速道路ぐちゃ混みですから、それを避けてゆっくり出ることができます。以上モーテルの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。以上フルライボーでした。